始まるよ。準備はいいかな？それから、登記のですね、効力でです。不動産登記についてもう一つちょっと知っておきたいのは、仮登記と呼ばれるものです。で、通常の登記、本登記ですね。で、これ本登記というのは、権利そのものを公示するという役割があるんですけれども、仮登記と、本登記と異なるものですね、仮登記というのがあります。で、これ、仮登記ですね、ちょっと特別法なんですが、不動産登記法をちょっと一回見てみましょうか。不動産登記法の105条だっけ ?105 条ですね。はい、見てください。仮登記は次に掲げる場合にすることができるということで1号です。第3条各号に掲げる権利、これは登記できる権利のことです。について保存等があった場合において、当該保存等にかかる登記の申請をするために登記書に対して提供しなければならない情報であって、第25条第9号の申請情報と合わせて提供しなければならないものとされているもののうち、法務省令で定めるものを提供することができないときと。だから全部書類が揃ってないときっていうのはこれ1号仮登記ですね。で、実際によく問題になるのは今から2号登記です。第3条各号に掲げる権利の設定、移転、変更または消滅に関して、請求権、式付きまたは停止条件付きのもの、その他将来確定することが見込まれるものを含む、これを保全しようとするときということでして、でこの2号仮登記というのをよく使うんですけれども、まあこれは1号2号というのはこれ登記仮登記ができる場合の要件ですよ。で、これどういう効力があるのかと言いますと、そうだ、不動産登記法の106条を見とくといいのか。仮登記に基づいて本登記、これ括弧どうしますか、をした場合には、当該本登記の順位は当該仮登記の順位によると、こういう形してます。これ順位保全項があるっていうんですね。本来であれば登記というの、本登記の場合で言うと、早くした登記の方が後でした登記よりも効力有するわけですね。で、そうすると今こうなんですね。一番最初に A、B 間で売買契約しました。で、2番目に A が C にこれ転売しちゃったと。あ、ごめんなさい。A、B 間で売買契約して、B が売り主で A が買い主です。で、次に A が C にこれを転売したということです。そうするとどうなるかというと、まず B から A に本登記しておきますね。で、次にこれ仮に A から B に仮登記をしておいたと。どういうことかと言いますと、これ、買い主である A がですね、売り主である B に金貸してたわけですね。で、お金を貸していて、金返したら、この不動産の所有権移転登記戻してやると、こう言っていたわけです。で、この時に、A から B にとりあえず仮登記しておきます。仮登記しておくと、仮にこの買い主の A がですね、この不動産を、C に処分したとしても、最終的に B が借り切ったお金を A に返します。返すと当初の約束通り、登記をまた戻してもらえるわけですね。で、この時に、お金を返したのから A から B に本登記戻すと、このいつしたのかというと、この効力が仮登記の時点に遡ります。遡る結果、A から B に本登記をしていて、A から C に本登記をしているけれども、どちらが効力優先するかというと、同一内容の効力に登記については先にした方が優先するので、したがって、これ B が、登記簿上の名義人になれると、こういうことですね。このように、仮登記には順位保全項があるのだと。これを使って先ほど見た105条2項の、担保のためにですね、目的で仮登記を使うというような方法が、広く使われるようになります。で、これですね、仮登記ですので、本登記とは違いますので、注意してくださいね。で、よく出てきます。順位保全項ということですので、順位が遡るということですので、そこ、このシステムをですね、ちょっと知っておかれると、担保の時とかに出てきますので、よく理解するようにしてください。